2013年12月5日、南アフリカ共和国初の黒人大統領となったネルソン・マンデラは機動感染により95歳で死去した。アパルトヘイト撤廃と人種間の和解に尽力したマンデラの死は国内外の注目を集めた。南アフリカ政府は10日間の服務期間を設け、各地でマンデラを痛む礼拝が行われた。十二月十日には、 ヨハネスブルグの FNB スタジアムで公式追悼式が開催された。一帯は12月11日から13日までユニオンビルに安置され、15日に東ケープ州クヌで国葬が取り行われた後、同地に埋葬された。マンデラ像に花を手向ける人々2011年2月、マンデラは機動感染で短期間入院して国際的な注目を集め、 2012年12月には、肺感染と、胆石除去のため再入院している。2013年上旬に手術は成功したが、肺感染が再発したため再び入院することになった。同年6月に、肺感染が悪化して、既得状態に陥り、プレトリアの病院に入院した。ケープタウン大主教タボマクゴバは、病院を訪れ、マンデラに祈りを捧げ、大統領、 ジェイコブズマはモザンビーク訪問を取りやめた。9月にマンデラは退院したが、状態は不安定なままだった。マンデラはヨハネスブルク・ホートンの自宅で闘病生活を送り、12月5日に家族に見取られて死去し、翌6日にズマにより死去が公表された。2014年2月3日にマンデラの遺言が公表された。遺言書は2004年に書かれ、 2008年に最後の修正が行われていた。マンデラには4600万ランドの不動産が残されており、遺産は家族、事務所、スタッフ、学校、アフリカ民族会議が相続するように書かれていた。マンデラ像に手向けられた花束、マンデラの自宅前に花を手向ける、人々半旗を掲げる南アフリカ国旗半旗を掲げる、南アフリカイタリアフランス国旗追悼式に、 出席するオバマとズマツイ式の様子12月6日にマンデラの式を公表した南アフリカ大統領ズマは国葬が終わるまでの10日間を服務機関に指定した。同時に政府機関のすべての建物に反旗を掲げるように指示を出した。また12月8日を祈りと改装の日としてマンデラの死を痛むように国民に呼びかけた。私はすべての国民に呼びかけます。 マディバの生涯と彼が私たちの国と世界に果たした献身への祈りと瞑想のために教会、モスク、寺院、シナゴーグ、そして家庭に集まることを呼びかけます。ジェイコブズマ、2013年12月6日12月9日、南アフリカ政府は約91人の各国元首、行政府の長が公式追悼式に出席することを確認した。 追悼式は12月10日午前11時からヨハネスブルグの FNB スタジアムで開催された。追悼式には各国から91人の元首、行政府の長10人の大統領経験者が出席した。主な出席者は以下の通り。手話通訳騒動、オバマの側に控える手話通訳ジャンティ追悼式で各国首脳が追悼演説を行う壇上の側には 聴覚障害者のために手話通訳が控えていたが、手話通訳を務めたタマサンカジャンティの手話がデタラメであることが判明し、国家の恥として騒ぎになった。南アフリカ聴覚障害者協会は、ジャンティが手話通訳を侮辱していると述べ、聴覚障害者たちは怒っていると批判した。デイリーテレグラフが専門家に解読を依頼したところ、すべての動作が完全にデタラメで、 かろうじて意味をなしていたのは、子供という一語だけだったという。これに対し、ジャンティを雇用した経緯や警備上の観点から批判の声が上がった。12月12日に、ジャンティは取材を受け、統合失調症が原因で幻覚を見たために、正確な手話を行うことができなかった。大変申し訳なく思っていると述べたほか、2006年、 頃から19ヶ月間精神病院に入院していたとも述べている。しかし彼は取材の中で自分は手話のチャンピオンだと発言している。同日、障害者政策担当副大臣はスピーチの過程で間違いが起きたことを認めたが彼は基礎的な手話通訳資格を所持しているので偽物というのは妥当ではありません。 彼は最初はうまくやりましたが、次第に疲れてしまいました。以前は裁判所で手話通訳を務め、うまくやり取りしていましたと述べ、ジャンティが偽物であるという指摘は否定した。13日にインカテレビは、ジャンティが過去複数の罪で起訴されたことがあると報じたが、いずれの罪も無罪、または起訴が取り下げられている。米キューバ原種の握手握手するオバマとカストロアメリカ。 合衆国大統領、バラク・オバマは追悼演説を行う直前、長年対立関係にある、キューバ国家評議会議長ラウル・カストロと握手を交わし、世界の注目を集めた。アメリカ・キューバの元首が握手を交わすのは、2000年に国際連合ミレニアムサミットで、ビル・クリントンとフィデル・カストロが握手を交わして、以来13年振りのことである。二人の握手はアメリカでは、 共和党からの批判を受け、キューバ出身で、ハンカストロ派のイリアナロス・レイティネンは、握手は単なる握手にすぎません。しかし、自由主義世界の指導者が、ラウル・カストロのような独裁者の血まみれの手を握ることは、独裁者のプロパガンダに利用されるだけですと批判し、ジョン・マケインは、ミュンヘン海岸におけるネビール・チェンバレンとアドルフ・ヒトラーの握手と比較して、握手は、 ラウル・カストロの残忍な独裁体制を継続するためのプロパガンダとなると批判した。アメリカ政府は握手は予定外の行動と発表したが、キューバ政府は二人の握手を歓迎する声明を発表した。また、二人の握手について、ラウルの兄フィデルも友好的ながらも毅然とした態度だったと評価している。自分取り写真への批判、オバマ、キャメロン、 ヘレ・トーニングイコール・シュミットの3人は、トーニングイコール・シュミットの携帯電話を使用して自分、取りを行ったが、これに対して批判が起きた。トーニングイコール・シュミットは、批判に対して、その日は、たくさんの写真が撮られ、私は、少し楽しいと感じていました。おそらく、各国の元首や首脳と会う、他の人々も楽しんでいたと思いますと述べている。 ズマ大統領へのブーイング追悼式の最中、ズマに対して数度にわたり、ブーイングが起きる騒ぎがあった。報道によると、ブーイングはアパルトヘイト撤廃後も、黒人層の貧困問題が解決していないことに、対するズマ率いるアフリカ民族会議への不満や、ズマが指定を回収するために2000万ドルの費用を投じたことへの反発に原因があると指摘している。 マンデラの遺体は12月11日から13日にかけてプレトリアのユニオンビルに安置され3日間で約10万人がマンデラの遺体と別れを交わした最終日には人々を収容しきれず数千人がユニオンビルから退去させられたマンデラの孫マンドラ・マンデラは成人した男性家族が 埋葬までの間遺体の側に泊まることを求めるテムブジンの伝統にのっとり3日間祖父の遺体の側を離れなかった。国葬が取り行われたテント12月15日に東ケープ州クヌでマンデラの国葬が取り行われた。国葬はテントの中で開催され各国の首脳や政府高官など4500人が出席した。テントの中はテレビ中継される予定だったが マンデラの遺族の要請で、事前に撮影と放送が中止されている。代わりに、式場の周辺に、スクリーンが設置され、テントの外の様子が流されることになった。マンデラの埋葬には、遺族や南ア政府高官のほか、事前に選ばれた450人が立ち会った。埋葬の直前、マンデラには21発の長方とミッシングマン、フォーメーションが送られた。ケープタウン市長。 パトリシア・ドリールは12月8日にマンデラを悼む追悼行事をグランドパレードで開催することを発表した。また11日にはケープタウン・スタジアムで無料のトリビュートコンサートが開催された。同日にはアブダビシでマンデラを忍ぶ追悼行事が開催され、ワシントン DC のワシントン大聖堂でも追悼行事が行われた。2014年初頭、エリザベス2世は ウェストミンスター寺院でマンデラを悼む祈りを捧げた。政治家マンデラとデクラーク聖職者、活動活悼式に出席するオバマとクリントン父子。ありがとうございます。